はい、ミッキーです。今日は1月29日でリーバイスレッドの7年ぶりの発売の日になるんですけれども、原宿のフラッグシップストアに開店と同時に入ってみようと思います。ちゃんとパフュームの広告も掲出されています。まあ、意外なのか予想通りなのか分かりませんが、特に並んでる人とかはいなくて、まあ、他の店舗が11時開店っていうのはあるかもしれないんですけれども、出てきたかもしれないですね。はい、逆側のサイドにもちゃんとPerfumeの広告が掲示されています。本当に今回のコレクションは2003年のワーク機のリバイバルということで、完全新作という様相でない部分があって、いろいろ意見はあるんですけれども、Perfumeが広告モデルになってくれたことによって、今までと比べ物にならないぐらい世の中の平替えが出てるように感じられます。2003年ワーク機のハワードのレディースモデルのリーダイスというモデルを着ています。で、ちょっとまあ、工業製品つながりということで、オフホワイトのインダストリアルベルトもしてきました。開店しましたので店内に入ろうと思います。買っちゃいました。ありがとうございます。買っちゃいました。リーバイスレッドの発売初日に行ってきました。2本目カバーオール買ってしまいました。お店の中、お客さんいるときはあんま撮影
いまいちということでちょっとなかなか撮れなかったんですけれども、はい、写真いろいろ撮らせていただいたので、この後この買ったもの含めて開封等もしていきたいと思います。大阪側の旗艦店に行っているメンバーたちも無事に合流して買い物を済ませられたようなので、まあみんなと情報交換して、これから皆さんがどんなものを買ってたかっていうのを確認していきたいと思います。